失礼するぞ <laughs> 我こそはこの大陸で一番高い山に住むドラゴンである神戸を垂れるが良い人間どもよドラゴン来ちゃった扉が狭くて入れんでかすぎんだろそもそもどうやって廊下まで来られたのか謎ですね仕方がない ちっちゃくなるかそれでここまで来たしじゃあなぜまた直前で大きく大あ第一印象って大事じゃんインパクト重視でさまあそれだったらおっぱいの方が良かったけどヤバ <laughs> <やば>いヤ <laughs> バいのと化け物が来た後にマジモンのモンスターが来るとはヤバいのがいるんですか怖いよ化け物とは穏やかではありませんね 警戒しなくてははいじゃあその椅子に座ってもらってでは俺との結婚を希望した理由からうん実は山での暮らしも悪くないがちょっとばかり飽きてな人の世でその人の世の暮らしを味わってみようと住処からはるばる降りてきた次第だであれば次にどこで暮らすかといった問題が出てくるのだが。 割れってドラゴンだし絶対にひそり紛れるとか無理じゃなーってならばこの大陸で最強を誇る我の立場を友好的に使って王族に売り込もうと考えたのだなるほど国の中枢であれば我を好待部で迎えてくれるだろうし国も我というドラゴンの存在を内政や外交に活用できるとなれば損はせんだろ地を割り山を貫くドラゴンの力だうんうん そして戦闘力は言わずもがな魔法だって使えるし世界各地を飛び回っていたから地理にも詳しいそれに千年ばかり生きているから歴史にも多少だが明るいだが反面推進ークカジなどの人間的な生活力は皆無しかし全体で考慮すれば大幅に有益であると自負しておるよそのようだなどうも騎士ドラゴンが一番まともな人格だった件について。 千年も生きておらんからな年の子よちょっとあの二人に爪の赤を煎じて飲ませてやってほしいですえいやえっかまととぶってんじゃねえぞ社会不適合者どもちなみに彼女の爪は同じ重さの黄金よりも高値がつけられるはいはい飲みます飲みますあとで飲むのでください 私ちょっと爪切り用意してきますねあ、くすねる気満々じゃのーこの娘っ子は振ってはいたたからそれをめぐって骨肉の争い疑心暗鬼すれ違いから始まる悲劇あーそれでこのメイドは一人でブツブツ言ってどうかしたのかな、うん、この人はちょっと頭がアレなんでスルーしてくださいそそうかうんこれで我の紹介は一通りすんだかな ああ、ありがとう参考になった<う>これもドラゴン様で決まりでは姫様とメイドは論外ですし人間社会の常識には多少疎いかもしれませんが実利の面ではこれ以上の相手はいないでしょうどうしました王子私の顔をじっと見ておお言い忘れておった何かな我、旦那と子供いるから なるほどつまり朝場は家族と過ごしたいし自分の時間も欲しいから土日休みで週5日1日6時間での契約結婚っていうのでいかがかないかがかなじゃねえバイトじゃねえんだぞ結婚はん我なんかやっちゃいました あーダメだこのドラゴン常識じゃなくて価値観が合わねえ泣く泣く受け入れようとした私の覚悟返せちなみに我の旦那超嫉と深いからあまり仲良くするとこの国が燃えるぞ物理的にリスクできえよどの口で王子の結婚相手に立候補しやがった破滅と隣り合わせじゃんこの。 邪竜、おいおい、邪竜とは言ってくれる。我は売られた喧嘩はすべて顔主義だぞ。ああ、やんのかこら。私の実家のつて使ってドラゴン討伐隊組むぞコラ私の国交君の軍事力なめんじゃねえぞ。ああ<ー>。フェイス、ステイ。騎士、ステイ。落ち着け。どいて王子、そいつ殺せない。爪切り返ってきたら修羅場だったでござる。女性関係からの泥沼な争い。これは。 来てますね来てるとはたとえどちらかが負けたとしてもどちらかが悔しさに打ちひしがれる姿を見られる私は彼女たちが浮かべるであろう最高に興奮できる表情を期待しますええー、国の一大事だよそれなのにあなたは仲裁するわけでもなく自分の性癖を優先させるのかい自らが予することをなす 人生とはそれが最も大事であると考えますあの王子様に使えるメイドさんだよねそれはちょっと最低な行為だと思うな二人を煽りますだから気に入ったよーしアホと変態お前らもまとめて証拠叩き直してやるからそこに座れぎゃーこの騎士さん毛を抜いてきた 私はこんなところで死ねません。この目でナイスガイが心折れる姿を見るまでは。さて、これで候補者はデ揃ったわけだがは出揃ったってえまさかこの中から選ぶ。キきキ票を私の輝かしいタイダライフのためにキきキ票を無力感絶望感自己嫌悪 どの要素も曇らせに捨てがたい。密室で二人きりになっただけで、旦那の激鱗に触れるかもな。わははは。なるほど。クレイジーじゃねえの。騎士。誰がいいと思う。いや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 。この中から選ぶわけないでしょマルチバッドエンドじゃないですか。うーん。しかし。